待ってる。ああ、やっぱり見つかっちゃったか。一週間ぶりくらいかな。ねえ、五日指導。この世界って広いね。つながってるよ。何ポカンとした顔してるのよ。このエデンはね、私がルーラーとなったことでその性質を変えた。いや、私が変えたの。無限に繰り返す時間はもう来ない。ただ先に進む。世界の果てなんてない有限の世界。それが新しいエデン。リミットは五日指導。あなたが死ぬまで。そう、あと30年か50年か、はたまた10年もないかもね。いいんだ、これで。人間だっていつか死ぬもの。私も園神リンネも人間として生きるための未来をリオにもらったんだ。そんな難しいことじゃないの。特別なことでもない。これは夢だよ。君が目覚めたら忘れてしまう夢。だから何でもできるし、何でも叶うんだ。だから私もそろそろ精一杯生きてみようかなって。リオがくれた時間を大切に一歩ずつ進んでいきたいんだ。本当？本当にそう思ってる？じゃあこっちに来て。こうしてると君の顔まっすぐ見えるね。言ったでしょ、精一杯生きたいって。だからまずやりたいことをしようと思うんだ。まあそう思われるのも仕方ないかな。私素直じゃないし、君はそういうの鈍感だし。そういうところが鈍感って言ってるの。どうしてこうしてるかなんて一つしかないじゃない。私が五日指導を愛してるってこと。だって仕方ないじゃない。私に優しくしてくれる男の子は君だけ。それに初めて本音をぶつけ合った相手だもの。それでこんなに思ってくれてるんだから勘違いしちゃうわよ。いいの、これは私の一方的な告白。でもね、リオがお母さんって呼んでくれたから。そしたらさ、私が逃げるわけにはいかないじゃない。ちゃんとお父さんに気持ちを伝えないとね。答えてくれなくてもいい。他の人を選んでもいい。それでも私が君に。指導に今抱いている気持ちは間違いなく本物だから。最初の一歩進ませて。だから知ってるってば。指導は優しすぎるから一番大事な人を決められないのかもね。ほんと情けないったらあれしないわよね。そうだな。さっきキスしてる時の指導、ちょっとだけかっこいい大人の顔してたよ。指導ってばそんなこと言って本当は分かってるんじゃないの。もうだったら分かるようにしてあげるね。いいでしょ、簡単だよ。もう一回しちゃおうか。